セーフっていうところ、はい、その使い分けが非常に卓越してらっしゃる。日本語の美しさが出てるんですよ。日本語のまま、日本語のまましっかりと崩さずに歌詞がスッと入ってくると思うんですよ。この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。いや、暑いですね、やっぱり。そうですね、夏なんでね。夏っすからね、はい。夏は暑いもんですよね。そうですよね、はい。いや、夏が始まったなっていう感じするんですけど、ね、そう。夏がね。夏が始まった感じがするんですよね。うん、なんか。うん、あの、うまく閉じまったから。慣れてないから。仕込みがね。慣れてないから。ダメだったから。クソみたいな茶番が。すいません、失礼しました。そういうことですね。夏が始まった、はい、合図がしておりますんで。とか言いつつ、ちょっとまず挨拶させてください。はい、マイスクリーム講師の、テスノイ様、本と申します。それから、はい、ボイスドクターのリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、すいません、冒頭の、クソ茶番に付き合っていただきまして、はい、すいません、ありがとうございます。ということなんですけど、ミセス、グリーンアップルの、大森元貴さん。スーパーボーカリスト。はい。そんな大森さんの発声を解説していきたいと思います。はい。いやー、もう何を隠そう。うん、こちらの方、声帯のド専門のお医者様でございますので。はい。先日こんな動画を出したんですけれども、うん、ミックスボイスがすごいアーティストを、はい、3名、うん、今回は、この時は取り上げさせていただいて、うん、発声の凄さを解説するという動画を上げさせていただいたんですけれども、うん、今回はそれの大森さん単体バージョンみたいな感じで、はい、大森さんの発声の凄さに関して、ちょっと分析をかけていけたらと、はい。まあ、なので、大森さんが好きだよという方はもちろんのこと、これからいろいろな人の発声を勉強したいとか、歌が上手くなりたいとか、いう方の参考にも非常になる内容だと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければ思っております。こんな感じで、このチャンネルでは発声関係のお話とか、ボイトレ関係の話とか、日々発信しておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ早速解説いっちゃいましょう。いや、まあ、大森さんといえば、はい、もう、超高難易度の曲を、もうバシバシ歌う。そうですよね。まあ、そんな彼の秘密じゃないですけど、凄、うんうん、さ、まあ、何がその、凄さを支えてるのかっていうところを、ぜひ解説をしていただきたいなと。はい、思っておりまして、はい、今日噂によると、はいはい、まあ、そのポイントを今日は一応、まあ、分かりやすく3つにそうです、ね、まとめてきていただけると、はい、いうことなんで、ちょっと順を早速、うん、発表してもらっていいですか。まず1つ目は、はい、これはもう前回の動画でも言ったことなんですけど、あ、こちらね、まあ、間違いなく、はい、この声帯の力なんですね。なるほど。この声帯を支える力、声帯を閉じる声帯の筋肉なんですよ。声帯閉鎖ですね。そう、そこが、まあ、優れてる。なるほど、なるほど。突出してる。はぁ、なるほど。大体そのもちろん高音にかけていって、みんな地声感、ミックスを出すのって難しいですよ。難しいですね、そのためにみんなだんだん裏声になってこう声帯が開いていくもんなんですよ。そういうもんですよね。そういうもんなんですよ。そういうもんですよ。それは悪いことじゃない。そうです。僕らのまあ生理現象みたいなところですが、まあその声帯を鍛えることによって、はい、高音をね、まあ、バシッと、その力強いミックスボイスを出すことができるわけですよ。ムキムキ。それを、はい、やっちゃってるわけです。そういうことっすね。うん。そこがもう、まあ、僕が前回ですね、突き抜けたミックスボイスというような言い方をさせていただけたかなと思うんですけど。そうですね。まさにこの夏のようなですね。確かに。爽快な、もう。そういうことですね。日差しのカラッカラッ。ソーンって言ってますよね。ね、感じ、出てますよね。なるほど。恋にも現れてるから。やっぱじゃあ、大森さん特有の、うん、なんか、キラリンっていう、感じが、やっぱその声帯閉鎖の音色っていう感じでいいですか。まずはね。それだけじゃないんですけど。だけじゃない。でもそこがないとできない発声だということですね。なるほど。はい、だってきらびやかですもんね、きらびやかです。めちゃくちゃ。花があるというかね。花がある。キラキラしてる、うん。そう。だからやっぱみんなの耳を魅了するし。そうなんですね。って思うんですけど、うん、やっぱじゃあそれが、声帯を閉じる力が、はい。突出してるっていう。そうです。部分で成り立ってるんですね。うん、そういうことですね。で、これ、声帯閉鎖、声帯閉鎖って言われるんですけど。なんかよくわかんない人も多いと思います。うん。これ声帯閉鎖って声帯を閉鎖させるってことじゃないですか。そうですね。でも声帯を閉鎖させると声が出ないわけですよ。そうです、ね。逆にね。ああ、声帯を閉じるわけだから。そうです、ね。声帯を振動させなきゃいけないんです。はい。はい。なので、まあ、声帯閉鎖っていうのは、まあ、どちらかっていうと、まあ、僕らの言葉で言うと声門閉鎖っていうんですが、はい、医学的にはですね。これ、振動させていかないとならないんですよ。そもそもね。はい。だから、ギュッと閉鎖させてるんだなと思うと、これドツボにはまるんで、はいはいはい、そうじゃないですよ。だから、閉鎖っていう言葉にそんなに引っ張られない方がいいんですよ。あ、いいですね。なんで、この大森さんの声を聞いたときに、はい、これ、鳴ってるなと。鳴ってる。バリバリの声が来てるなって。バリバリ、間違いない。そうですね。それがなぜ起こるかというと、はい、それはですね、声帯を、まあ、
くっつけた状態で閉鎖を強くしてるわけじゃないんです、はい、ギュッとしてるわけじゃないです、はい、その状態を高温でもキープながらさらにダメ押しの通販みたいなコキですよ。オーナーのコキが来てるんです。今ならね。奥さん。なんと深夜だから。そう。深夜限定のコキが来てる。コキが来てるんです。なるほど。全部噛み合わないためなんです。そこがですね、生体の閉鎖だけで捉えられないところもこれ重要なんですよね。ドンピシャなんです、ね。ドンピシャですよ。全部。でもそこがこの閉鎖で。がまず土台としてあるからこそできてるわけなんですが、そっかそっか、はい、まあ、そこに関してはちょっと注意ですよね。ネクストラベルにいるから、うん、いますね。だからまあ、ね、いきなり、うん、いきなり大森さんってわけにはいけないのかもしれないですね。そうですね。それがまたじゃあすごいところですね、はい、まあでもこの閉鎖というか生態がピタッとしたところにこの呼気との、ね、この歯車の噛み合い、ここをね、まあ、僕はすごく感じますね、聞いててね。そういう素晴らしいな。一つ目いきなり熱かったですけど、そうですね、ねえ、これがあと二つあるんで、二、うん、つ目、言っちゃってもらっていいですか。はい。はい。二つ目ですが、はい、裏声がうまいっていうことですね。裏声もうまい。すごいんですよ。このね。めちゃくちゃうまい。これ随所に裏声、もちろんね、曲出てくると思うんですが。随所に出てきますね。随所に。うん、随所に出てくる。でも随所に出てくるっていうところが大事だと思ってて、はい。切り替えがうまいんですよ。めちゃくちゃうまいですよね。そう。文字通り切り替わってるんですよね。そうですね。うん。だから、ちゃんと、僕はセイクっていうところ、はい、この声のフォームの専門なんですが、はい、その使い分けが非常に、まあもう、卓越してらっしゃるとです。そうです。なんで、切り替わった裏声が、うん、綺麗な裏声ですよね。綺麗な。はい。なんか、ビームみたいですよ。ビーム、僕よく言うんですよ。大森さんの裏声、マジビームみたいな。ビームね。まあ、そのミックス、まあ地声ミックスもそうですけど、うん、ポーンっていくんですよね。スコーンっていってる感じがね。もう、で、それがね、細くないんですよ。なるほど。太いビームなんですよ。めっちゃ強そうな。はい。ガチャーンって。めちゃくちゃ。でもほんとなんか文字通り、そうですね。裏声なんですよ。うんうんうん。めちゃくちゃ。うん。これがすごいなと思います、ね。これがですね、うん、まあ、またちょっと発声こぼれ話で言うと、お願いします。さっきのその、噛み合わせで言うところ、はい、裏声に関して言うと、うん、その僕らのこう、筒として響くこの空間があるわけですが、表面空間。そうですね。はい。この口の中、喉の中ですね。うん、そこが、機能してるんですよ。非常に。なるほど。はい、学んで、はい、この筒感を持ったこの綺麗な裏声。これも、彼のね、非常に、卓越した才能というか。これがビーム感ってことですね。そういうことなんじゃないかなと思います。太いビームが。まさに太いビームが出てるわけですよね。そういうことが繋がった。うん、なるほど、はい。裏声って、これは人によるんですけど、うん、なんか低い裏声の音量が下がっちゃうとか、うん、高い裏声が絞ったように出ちゃうとか、うん、いう人っているっていうか、うん、多いっていうか、はい、ほとんどそうだと思うんですけど、本質をね、全部、どこも一緒ですみたいな。はいはい、感じで圧が一定なんですよ。圧がですね。はい。それもすごくないですか。まあなので、うん、結構ね、まあ、トレーニングするときに、まあ、高い音だったり低い音だったりというか、まあ、裏声で言うと特に低い裏声ってあんまりその、うん、使うことが少ないと思うんですけど、まあそうですね。それもしっかり練習するっていうのがいいですね。そうなんですよね。あ、間違いないですね。なんかね、やっぱ使った回数が少ないところっていうのは、うんうん、やっぱ発達が遅いよね。なるほどなるほど。うん。やっぱ低い裏声っていうのはやっぱ出てこないから、鍛わってない人はやっぱ多い。そうですね。多いんで、やっぱ高いところばっか練習したくなるんですけども。だからですね、うん、まあ本当に、うん、発声のデパートみたいな。まあそんな感じですよね。本当にそう。いろいろ引き出し持ってる。何でも揃ってるよっつって。はい、本当にそうですよ、ね。すぐ出てきますから。いや、本当もう、あ、ありますよっつって。それありますよっつって出てきちゃうんでね。だからまあ、大森さんみたいに高い裏声出したいとかいう人も、うんうん、高い裏声を練習するのもいいですけど、うん、低いのを練習した方が意外と近道っていう可能性も全然あるので。そうですね。うん。この辺もちょっと参考にしてください。これ、ボイトレ豆知識。なあですね、はい。間違いなく参考にしてください。さあ、ということで。はい。次、いよいよ、最後というか、うん。そうですね。褒めに褒め倒しておりますけれども。はい、ラストはどんな感じですか？ラスト。はい。これはですね、ちょっと意外なことのように思われるかもしれないんですが。うん、はい。発声がうまいという話までしてきました。そうですね。はい。地声、裏声。はい。もうそれは間違いないんですけど。うん。日本語がうまいんですよ。もう巧みに日本語を操っているってところですよ。すごい、確かに。で、これ、実は、うん、この発声に関して言うと、はい、ちょっと日本語ってですね、まあ、いろいろな局面で不利になることがあって、本当にそうですね。そうなんですよね、うん。日本語をしっかり言えば言うほど、うん、発声がブレていくというか、はい、本当にそうですね。それ結構実感あるでしょ。あります、あります。ね。僕はボイストレーナーなんですけども、そうそうそう、日本語って、カクついてるんですよね。そうなんですよ。うん。もう日本語を、歌うっていう時点で、もう難易度が高いフィールドにいるんですよ。最初から。そもそもね。だから、まあ、その意味だけでもですね、もちろん、アマチュアでね、皆さんね、カラオケで歌うっていう人
もね、多いと思いますが、はい、難しいこともやってるんだっていう、そういうことなんですよ。なるほど。だから日本語を歌うっていうのは結構難しいんですよ。あ、で、さらにその発声を、まあ、極めながら、はい、さらに日本語もやっていくっていうのは、なるほど、ものすごく難易度高いんで、例えばそのニュアンスをちょっと英語っぽくしていくだとか、ありますよね。そういったテクニックももちろんあるわけです。あるし、全然いいと思いますよね。ところが、はい、大森さんは、はい、日本語の美しさが出てるんですよね。日本語を日本語のまま、日本語のまま、しっかりと、崩さずに歌詞がスッと入ってくると思うんですよ。すげえ。聞き取れちゃう。そこか。そう、メッセージ性。その、伝わっちゃうんだ。高い音で、はい、ミックスボイスで、はい、テンポも、すごいかっこいい。良いというかね。早かったりもする。早かったりもしたり、こう崩したりもするし、地声から裏声に行ったり、ミックスボイスに行ったり、いろいろやるにもかかわらず、日本語なんですよ。やばちゃんと。ちゃんと日本語なんですよ。それほど取ったわ。ここは、隠れ最高難易度なんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。そういうことか。相当感心します、僕は。すごいな。へぇー。東大元暮らしでしたね。ね、なんか当たり前になっちゃってたんですけど。そうそう。まあ僕らはね、日本語を普段使うから。だけど、歌ってなると、やっぱ日本語を維持していけないところもよくあるわけ、ね。あるなぁ。確かに、大森さん、ハキハキしてる。ね、そうです。全部。ね、全部ちゃんと言ってます、ね。そうですよね。いや、そういうことか。だから、まあその、ね、こうバラードだけじゃなくて、はい、テンポのいい、アップテンポの曲もね、跳ねるような、この日本語で歌われますよね。そうか。だから、どっちにも適してますよね。うん。そのテンポの速い曲でもそうだし。そうなんですよ。バラードはバラードで。そうなんです。伝わるし。そうなんですよ。適合するやん。とか、じゃあその日本語もちゃんとパチパチ言いながら、そうなんです。一番最初の項目にあったような発声のバランスも一言一言毎回同じとこに当ててる、はい、ジャスト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 ってやってる。すごいんですよ。やべえ。だからもう太鼓の達人でずっとパーフェクト出してる。ドンピシャなんだ。そんな感じなんですよ。ありがとうございます。はい、はい、ということで。大森さんの、まあ、すごすごポイントを今日は、3つ、生体の専門家、李先生の視点でお話しいただきましたけれども、うん、いや、よくわかりました。あ、そうですね。とんでもねえ、うん、やっぱ人なんですね。はい。だから、とんでもないっていうのは、やっぱ皆さん、重々わかってると思うんですけど、うん、聞いてて。そうです。でも、なんでだろうな、みたいな。あ、そうか。言語化難しいな、みたいなことは感じる人は多いと思うんですけれども、うんうんうん、結構スッキリしてる。はい。だから、腹落ちした人は結構多いんじゃないかな。そうですね。思うので。またこうやってこう、理解することが、皆さん自身の発声のレベルアップにもなりますから。だし、はい、ミセスグリーンアップルの曲を聴くときにより楽しくなると思う。そうですよね。間違いないです。うん。はい、と思うので、うん、今回みたいな動画が良かったなっていう人は、ぜひ高評価いただきたいのと、はい、あとコメント欄とかで、このアーティストどうなんですかとか。あ、そうです、ね。リクエストとかあったら、やりましょう、やりましょう。うちの先生がちょっと教えてくれるかもしれないので、はい、ぜひそのあたりもコメントよろしくお願いします。あと、チャンネル登録まだお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、はい、今回もありがとうございました。はい、またお会いいたしましょう。バイバイ。